コロラド州プエブロにあるブエル・チルドレンズ・ミュージアムはアメリカ合衆国のチャイルド・マガジン氏で2ランクの評価を受けている。チルドレンズ・ミュージアムは子供たちの体験学習を刺激する展示トップログラムを提供する教育施設である。展示物に手を触れることを固く禁じられている伝統的な博物館、美術館と対照的にチルドレンズ・ミュージアムの特徴は 子供たちに触ったり触れてもらって、相互交流的な展示を行っているという点にある。このような展示の会見になっている考え方は、そういう、触ったり、触れたりという活動は、特に小さな子供にとっては教えてあげることと、同じくらい、教育的なのだというものである。ほとんどのチルドレンズミュージアムは、NPO によって維持され、ボランティアや、 ごくわずかな先住職員によって運営されている。カナダ、キッチナーの、チルドレンズミュージアム、チルドレンズミュージアムの国際組織には、1962年に、アメリカ青少年博物館協会として設立され、1997年には23カ国、341の博物館が参加するまでになった、チルドレンズミュージアム協会や1994年に設立され、 同じく2007年の時点で34カ国に会員を持つハンズオンヨーロッパチルドレンズミュージアム協会がある。悪夢の会員の多くのミュージアムは、そのいずれかのミュージアムの会員に対して無料で入場を認める語形的な関係を持っている。ヒューストンチルドレンズミュージアム世界で最初のチルドレンズミュージアムは1899年に開館したブルックリンチルドレンズミュージアムである。 以後、以下の5つのミュージアムが順次開館している。1975年には、アメリカ合衆国におよそ38カ所のチルドレンズミュージアムが存在した。その後、1976年から1990年までの間に80カ所のミュージアムが開館し、1990年から2007年までの間に、さらに130カ所以上のミュージアムが開館している。 2007年には、アクムは、なおおよそ80カ所のミュージアムが、建設計画中としている。チルドレンズミュージアムの考え方は、アメリカ合衆国から世界中に広まってきた。ベルギーノブリュッセルの子供のミュージアムは、ボストンチルドレンズミュージアムから着想して1978年に、開館した。ボストンミュージアムは、その他にも1994年に開館した。 マニラの子供ミュージアムの手本にもなっている。ベネズエラのカラカスチルドレンズミュージアムは1982年に開館し、ラテンアメリカでの最初のミュージアムとなっている。コロンビアのボゴタチルドレンズミュージアムが1986年の開館で、それに続くものである。イギリス、ハリファックスの発見、子供のためのミュージアムは1992年に開館し、 イギリスの最初のハンズオンをモットーとしたチルドレンズミュージアムとなった。オーストリアの最初のチルドレンズミュージアムはウィーンのズームチルドレンズミュージアムで1994年の開館である。韓国の最初のミュージアムは1995年開館のソウルのサムスンチルドレンズミュージアムで世界的企業サムスン文化財団がスポンサーになっている。日本で 最初のチルドレンズミュージアムはキッズプラザ大阪であり1997年に開館した。ありがとうございます。